どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、冬の美髪ケアについてご紹介します。冬は特にやっぱり乾燥だったりとかパサつきって結構皆さん気になりますよね。その中でも特に気になるのは静電気、これを抑えることによって冬の季節に美髪を手に入れることができます。今日はその予防方法と対処方法についてご紹介します。実は静電気ってめちゃくちゃ髪の毛のダメージにつながってしまいます。なぜかというと、静電気が起きると髪の毛って広がっちゃいます。そうなることによって髪の毛が絡まったりとか、あとはこう結ばってしまう、これになることによって切れ毛の原因になってしまうんですね。そもそもなんですけど、静電気とは、人も含め世の中のね、あらゆるものっていうのはプラスとマイナスの2つの電気を持ち合わせてて、それがバランスよく保たれてます。でも違う性質のもの同士が触れ合うとバランスを崩してしまいます。プラスとマイナスの電気が崩れた状態、これが静電気となります。冬に着る素材、例えばなんですけれども、ウール生地っていうのがプラス、ポリエステルがマイナス、これを合わさって重ねて着ると電気のバランスが崩れてしまって静電気が起きてしまいます。ちなみにこの静電気でね、家電製品が壊れる可能性もあるので注意もしてください。静電気による髪の毛の乾燥の原因を今から4つご紹介します。1つ目は静電気が起きやすい環境、湿度がね 40% 以下になっている。2つ目は髪の毛の朝の保湿を怠っている。3つ目はプラスチック製品のブラシでブラッシングをしている。4つ目は洋服の組み合わせになります。ではこれの予防と対処方法をご紹介します。まず1つ目は湿度を保つ。家だったらね、もう加湿器は絶対につける。で 40% 以下にね、湿度をしないっていうことを心がけてください。で2つ目は朝の髪の毛ね、スタイリングをしっかりと保湿をしながらやる、これすごく大事で、例えばなんですけど、冬場だったらそんなに寝癖がついてない方もいらっしゃるかなと思うので、そのままスタイリングされる方って結構多いかなと思います。それめちゃくちゃ乾燥の原因にもそうですし、静電気の原因にもなります。なのでこの冬場は特になんですけど、髪の毛をしっかりと濡らして、でミストだったりとかね、ミルクだったりオイルをしっかりとつけて保湿をしてからスタイリングをしてあげる、これがすごく重要になってきます。これだけで乾燥だったりとか静電気をねしっかりと防げて、なおかつスタイリングのキープもしっかりとできるのでおすすめです。3つ目はブラシを変える。髪の毛ってもともと MEA っていう天然の油分が髪の毛の表面を覆ってるんですね。でそれが髪の毛のね、手触りを良くしてくれたりとか、あともつれを防いでくれる効果があります。それを例えばプラスチック製のブラシだったりとかでね、過度にブラッシングをしてしまうとそれを取ってしまう可能性があるので、なのでブラシを変える、例えば木製のものを使ってみたりとか、あとはねアルガンオイル配合なものを使ってあげると、その上からね油分だったりとかね、オイルが結構浸透してツヤだったりとか静電気を抑えてくれる効果があります。あとはね、まあご自身でしっかりこまめにハンドクリームを塗って乾燥させないようにするのと、洗濯をやっぱり柔軟剤をまあしっかりと入れた状態にすると静電気が抑えれる効果もあります。こんな感じでね、簡単ではありますけど、静電気の抑え方、予防だったりとか対処方法についてご紹介させてもらいました。まだまだね、寒い季節が続きます。結構静電気だったりとかでね、髪の毛がパサパサになってしまいますので、この方法でぜひ美髪を目指してみてください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を配信していきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。